夏至とヤギ座の満月にやってはいけないこと。6月21日は夏至、そして6月22日はヤギ座の満月になります。今回は夏至と満月がダブルで重なるタイミングになるので、いつもよりも開運パワーが強くなりますが、その分破壊作用もとても大きいタイミングになってきます。そこでこの夏至と満月を最大限に生かして開運するためにやってはいけないことをお伝えしていきます。大切な方には再投稿やシェアをして後から見返せるように保存ボタンを押してくださいね。まずやってはいけないことの一つ目としては、ネガティブな言葉、マイナスな発言をしないということ。夏至は1年で最も太陽が一番長く出ているポジティブなエネルギーがとても強い時。その時にマイナスなこと、ネガティブな発言をしてしまうと、せっかくのプラスのエネルギーを活用できなくなりますので注意してください。そして2つ目は目標設定をしないということ。ヤギ座は自分の目標に向かって野心的に活動していくのが得意な星座。この夏至と満月のタイミングで目標を立てず毎日をただ過ごしてしまっていると、せっかくの開運チャンスを生かせなくなるので、今これという目標を持っていないという方はこのタイミングで目標設定をするようにしてください。そしてやってはいけないことの3つ目としては、行動しないということ。この夏至とヤギ座の満月のタイミングというのは、ここから行動すればするほど結果が出やすいと言われております。そのタイミングで先ほどの目標を立てて行動することによって、自分のやりたかったことの実現や目標達成がより早くなってきます。そこで行動しないでいると、せっかくのチャンスやご縁などを逃してしまうということもありえるので注意してくださいね。さらにはこの時期エネルギーがとても強くなることによって、体調を崩しやすくなったり、なんだか精神的に不安定になったり、怒りっぽくなったり、なんだか最近寝つけない、もしくは眠ることはできるんだけれどすぐに目を覚ましてしまうなどという睡眠障害が起こりやすいタイミングにもなっているので注意していきましょう。ぜひこれらのやってはいけないことに注意をして、自分自身のために開運をしていきましょう。夏至とヤギ座の満月のパワーを最大限に活かして運気アゲアゲでいきましょう。